ちは、フォトグラファーの佐藤かな子です。今回のテーマはスイーツ撮影です。温かい食べ物と比べて落ち着いて撮影ができ、また身近な被写体ですので、ぜひご自宅で気軽に楽しみながら撮影していただきたいと思います。ではレッスンスタートです。ポイント1つ目、光の特徴を意識しましょう。撮影をする際に重要な光には方向、強さ、そして色味といった特徴があります。それぞれ見ていきましょう。まず光の方向ですが、これはスイーツに当たるメインの光が正面から当たる順光なのか、背後から当たる逆光なのか、横から当たるサイド光なのかといった違いです。この光の方向、光の当たり方によって被写体の立体感や艶感、また影の出具合が変わってきますので、写真の印象が大きく変化します。スイーツや料理写真の場合には、斜め後ろ半逆光や横からのサイド光が好まれることが多いです。なお、このような下からの逆光写真も面白いですよ。ガラステーブルや浮かせたアクリル板の上にクッキングシートと透明感のある被写体を並べます。そして下から照明を当てます。逆光によって被写体が暗く写ってしまいますので、カメラの設定でプラスの露出補正をしたり、正面からライトなどで光を補ってあげましょう。浮遊感のある仕上がりになりますよ。光の特徴の2つ目は強弱です。お天気の良い日の直射日光など強い光の場合、被写体にも濃い影ができてしまうので避けることが多いです。ただし、透明感を出したいジュースやゼリー類の場合、少し強めの逆光や半逆光といった光を選んであげると、光を透かしてキラキラと透明感のある涼しげな印象で写すことができます。この時、被写体の前面が暗くなってしまった場合には、白い紙やまたアルミ箔でも代用できますが、レフ板、手鏡などの反射光によって影を薄くしてあげることができます。光の特徴の3つ目です。3つ目は色味です。時間帯や天候、季節、また自然光か人工光かといった違いによっても光の色味は変わってきます。そして食べ物から伝わってくる涼しげな印象、温かい雰囲気というのは、この色味によって左右されます。ですから、とても大切なポイントになってきます。ご自分で写真の色味を調整したいときに、カメラの機能ではホワイトバランスを使用します。例えば室内で撮影をするとき、白熱電球の暖色系の色味が強く映ってしまったというときには、カメラの設定、ホワイトバランスも白熱電球というふうに設定してあげると色味が補正されます。ここでさらにおすすめの機能をご紹介したいと思います。ホワイトバランス補正です。この機能はメニューページや Q ボタンからホワイトバランスを選び、詳細設定の中から確認することができます。画面を確認しながら、ほんの少しブルー寄りの涼しげな印象にしてみたり、また反対にアンバー、暖色寄りの色味に調整をして温かみのある雰囲気に仕上げたりすることができます。自分のイメージに合わせてより細かな色味の調整ができますので、ぜひ使ってみてください。ポイント2つ目、切り取り方を意識してみましょう。撮影をする際に
まずそのスイーツをどの位置、どの角度から撮ってみるとより美味しそうに映るのか、被写体の顔を探してみましょう。例えば平面的なスイーツであれば、上から俯瞰で撮影をしてみたり、立体感がある被写体の場合は少し斜めから角度をつけて撮ってあげると良いでしょう。また一皿を全体すべて写してしまいますと、場合によっては説明的でメニュー写真のように写ってしまうこともあります。まず一度ぐーっと美味しそうと思ったところによって、そこから少しずつ引いていく、そのような撮り方をしてみると整った画面にしやすいと思います。レンズの焦点距離ですが、一皿をメインで撮るような時には70ミリから90ミリ前後の焦点距離が撮りやすいと思います。ここでおまけです。撮影する角度を決めた後に、絞り値、F値をいくつにしようか選択するまでに時間がかかったことはありませんか？このような時に知っていると便利なのがプレビュー機能です。例えば一眼レフカメラの場合、レンズの装着部の周辺、この位置にあります。ミラーレスカメラなどこのプレビューボタンがない場合には、メニューページの中のボタンカスタマイズというページの中から好きなボタンに絞り込みという機能を割り振ることができます。プレビューボタンを押しながら絞りの設定を変えると、モニターやファインダーの中でシャープに映っている範囲の変化を確認することができます。撮影をする前にシャープな範囲を確認することができると、より素早く的確な F 値を選ぶことができます。この機能は機種によって異なりますので、ご自分のカメラにこのプレビュー機能がある場合にはぜひ使ってみてください。ポイント3つ目です。同感表現をしてみましょう。シロップを注いだり粉砂糖を振る様子など、動きのある場面の撮影もとても面白いですよ。まずカメラを三脚に設定して、連続撮影ができるセルフタイマーを利用すると、最大10コマまでの連写を行うことができます。ツヤ感を出したいシロップ類などは光が当たっている方向を意識しながら綺麗な形になるように注いでみましょう。そして粉類の撮影もとても面白いです。まず粉砂糖などは黒っぽい背景、ココアパウダー類は明るい背景を選んであげると、主役と背景とのコントラストが生まれますので、被写体がより際立ちます。そしてここでポイントになってくるのがシャッター速度です。粉類は500分の1秒前後から止まって映り始めますので、ご自分のイメージに合わせて少しずつ設定を変えてみてください。この時の撮影モードは絞り優先の AV モードが使いやすいと思います。まず絞り値を設定して、イメージするシャッター速度になるまで ISO 感度を少しずつ上げていけば、イメージ通りのボケ感とシャッター速度を得ることができます。いかがでしたでしょうか。少し意識してみると、身近には被写体がたくさんあります。スイーツもただ食べてしまって終わりではなく、少し盛り付けを意識して撮影をしてみたり、いただき物の場合は写真にメッセージを添えて送ってみたりするのも素敵だと思いますよ。今回のレッスンはここまでとなりますが、今後の皆さんの撮影にとって参考になることがあればとても嬉しいです。では最後までどうもありがとうございました。